回の怪談解釈は、僕が以前言われたお話と、そこから先また見えてきた真実、そしてその後僕がですね、体験した恐怖体験、まあ三つの出来事が綺麗に重なった、そんな内容を語りたいと思います。黒い槍。以前僕はですね、芸歴2年目3年目の時かな、富士樹海 .mov という吉本製作の映画の舞台挨拶に参加させていただいたんですね。まあ内容としては、樹海に迷い込んでしまった若い女子高生の女の子たち、そんな女の子たちの周りで起きてくる、まあ奇妙な出来事、怖い出来事、この恐怖に巻き込まれていってしまうっていう様子を捉えたホラー映画がありまして、それの舞台挨拶に僕も参加させていただくっていうお仕事だったんですね。まあ内容としては怪談喋ったりとか、この映画の怖いところはこういうところですねとか、心霊的なお話で盛り上げ役みたいな感じで参加させていただいたんですよ。でまあ舞台挨拶は滞りなく済みまして、終わりでね、後ろで、まあ、演者さんたちとかスタッフさんたちとちょっと談笑したりとかする時間もあったんですよ。まあそんな中でですね、女優さんのお一人がオーラが見えるっていう方がいらっしゃったんですよ。で話を聞くと、まあ小さい時からなぜか人のオーラみたいなものが見えてしまって、それがその人のまあ過去に何か因果していることが結構あるんですよねっていうふうなことを言っていて、例えば何でもないスタッフさんのことをパッと見て、青色のオーラがあって頭の上にリンゴが見えるから青森のリンゴ農家さん出身じゃないですかって聞くと、本当にそうだったりするんですよ。みんなびっくりするじゃないですか。で本当こぞって私も見て私も見てって言って集まってきて、まあ、みんなでちょっとその子にオーラを見てもらうっていう時間がちょっとあったんですよね。で僕も気になって、ちょっと俺のオーラ見てくんないってお願いしたんですよ。そしたらですね、誰のオーラでも心よく見ていたその女の子が、とちょっとね、嫌悪感というかしかめつらしたような感じでこっちを見てきたんですよ。何って言ったら、黒色の槍が頭から股間に向けて突き刺さって体を貫いてます、そう言われたんですね。ただそれは何だと。で僕にこの槍がぐさんと貫かれているんだ、うんと。でもそれは何なんだろうなっていうのがさっぱり分かんなかったんで、そのまま聞いたんですよ。どういうこと。そしたらその子が、わかりません、あ、帰ります、失礼します、そう言って、今まで結構快活な元気だった子なのにふーっと帰っちゃったんですよ。何だったんだろうねみたいな話をして、まあ、翌日が、まあ、千秋楽、最後の日だったんですよね。ところが、そのオーラが見える子だけが、いなかったんですよ。話を聞くと、体調を崩したということだったそうで、あれ？もしかして、その黒色の槍を見てしまったのが、原因だったのかななんていうふうに、僕の中ではちょっと、もやもやしたんですよね。で、考えてみると、俺、黒い槍に心当たりがあるぞと思ったんです。別の時にですね、まあ、芸人大勢で占いに行くっていうのがあったんですよ。で、これが手相とか四柱推命じゃなくて、前世占いに、まぁ、ちょっと先輩たちも含めて何人かで行こうっていう機会がありまして、で、その人に前世をいろいろ見てもらおうと。僕も前世はわかんないから、人に見てもらってどんな前世なんだろうなっていうのを聞くの楽しみにしてたんですよ。やっぱ芸人なんで周りの人たち聞くと、あなたは今までも道化師、まあ、ピエロとかをやっていたりとか、まあ、人を楽しませるマジシャンだった人もいますねとか、 あそうなんだ、やっぱりこういう出役の職業を前世でもやってたやつっていうのが多いんだなみたいなことを言っていて、で僕の番になって、僕なんですかねって聞いたら、あなたはね、ちょっと伝えづらいわね、教えてください。何でもいいですよ。なんか、すごい、下民みたいな感じでしたか？まあ、位が低いとかっていうか、そういうことではなくて、え？じゃあ何がそんな言いづらいんですか？いや、私が見るに、あなたの前世は、槍で体を貫かれて、
敵兵への威嚇に使われてた人です。何それ。詳しく聞くと、西洋で戦争中に敵軍が攻めてくるじゃないですか、わーっと。そういう時に先に攻め込んできていてやられた兵士、そいつらを串刺しにして、で自分たちの要塞の前にドーンと突き立てて置いておくことによって、お前らも攻め込んできたらこうなるからなっていう見せしめにされている遺体っていうのがあったんですよ。それだったらしいんですね、僕。で、なぜかわからないが、突き刺されても即死せずにしばらく生きていた。だからその威嚇として使われて、ドンとその要塞の前に置かれていた時間があまりにも長すぎたことによって、もう人生の記憶がすべてその痛い苦しいで、自分たちの味方の軍勢が攻めてくるけど自分と同じようになってほしくないみたいな、そういうぐっちゃぐちゃの感情だけが心に残った状態で死んでいったから、もう記憶っていうのがそれしかないらしいんですよ。だからそれまでどんな家族があったとか、街でどんな暮らしをしてたみたいな、そういうのがわからないらしいんですね。で、みんなは大爆笑したんですよ。なんだそれっていうことで、すげえ残念な前世だな。僕はちょっとショックだったんですよ。何それ、そんな悲しいことあると思ったんですが、でもね、さっきのその女優さんに言われた黒い槍が突き抜けてるよねっていう話と、この僕の前世の話、重なるじゃないですか。本当に僕、その黒い槍みたいなものっていうのが貫かれてんのかなーって改めて考えるとちょっと思うんですよね。で、僕わかんないんですけど、何度か死にかけてるというか、死に直面したこともありますし、自分自身がちょっと危なかったなって思う体験もあったんですよ。で、そのうちの一つで、どこのっていうとちょっとね、問題になるかもしれないので少しオブラートに包むんですけれども、劇団で練習をしていた時があったんですよ。まあ、劇団の稽古場、あの横座ボロじゃないですよ、劇団の稽古場で、まあ、ある舞台の練習をさせてもらっていた時があったんですけど、まあ、舞台って映像を撮るじゃないですか。だから機材が結構あるんですよ、ごっちゃごちゃに。もう本当にね、カーテンとかさっと開けると、もう山積みのように荷物が置いてあるのが、まあ劇団の稽古場とか劇場だったりとかっていうところなんですよね。で、まあそこの稽古場がですね、稽古する場所があるっていうのの側面に照明を当てたりする人たちが行くような、ちょっと高い、まあ場所っていうのがあったんですよ。だからまあ吹き抜けみたいな状態なんですよね、稽古場が。で、周りがちょっとその見下ろせるような形になってて。その見下ろせるところからカメラでこっちも撮ったりとか照明当てたりとかもしててっていうの で、そんな中で練習をしていたんですね。練習一段落しましたっていう風になって、じゃあ終わりましたよ、じゃあちょっと撤収しましょうかねってなった時に、自分の荷物を取りにその上の段差になってるところ、そこの下に、真下に荷物置いてたんで、そこにテクテクテクって行こうとしてた時に、目の前に黒色の長いものがスーンと、本当にこの距離でスーンと落ちていって、バーンって下に落ちたんですよ。怖いとかもなくて、本当血の気が引いちゃって、ふってそこで立ち尽くしたら、上からすいません大丈夫ですかって声が聞こえて、えって見上げたら、カメラの三脚を落っことしちゃってたんですよ。で、この三脚ってなんだ、三脚かいって思うかもしれないんですけど、劇団のね、撮影をする三脚って、ものすごいぶっといガッチリしたやつなんですよ。これなんでかっていうと、安定感を出させるっていうのももちろんなんですけど、ぐらぐらガタガタすると、劇の邪魔になるでしょ。だからかなりしっかりした、重さで言うと数キロあるぐらいの三脚が、目の前にドジーンと落っこってきたんですよ。あれ、当たってたら、俺頭蓋骨かち割れてたかもしれなかったんですね。それを考えると、ああ、長物が刺さろうとしたのかなとか考えちゃって、これは僕のこの前世に因果関係があるのかななんていうふうに思ったんですよ。この三つが重なったことによって、やはり前世ってあるんだなっていうのと、その前世の因果みたいなものってあるんだなっていうこと、そしてこれからもそれら、
もう人一倍気をつけながら生きていかなきゃいけないなぁ、なんていうふうに思った。そういった僕の人生の一連の流れでございました。